303回かなのトイック公開テストの結果、二日酔いで受けたり時差ボケで受けたり、何かをくっつけて受験しようかなと思ってますので、ぜひね、こういう風に受験してくださいみたいなのがあったら、トイックプロジェクトいよいよスタートします。トイック公開テストの、はい、結果は始まりました。ボンティチャンネル。さあ、今回はですね、できました。9月11日に受けた303回かなのトイック公開テストの結果見ていきたいと思いますね。午後の受験でしたね。はい、そうです。午前中いつもね受けてるんですけど、この回はニューヨークから帰ってきたばっかりなんで、まあ、時差とかねあるし、もし朝起きれなかったらっていうことだったんですけど、まあ逆に時差ボケでめちゃめちゃ朝早く起きてたんですけど、午前受験にすればよかったと後悔したんですが、はい、午後受験したやつですね。久々の午後受験、一体どうだったのか見ていきたいと思います。まあ感想動画見たんだけど、ほら午前の時はね感想動画長く撮れるんですけど、午後って生配信あるんで、まあパート1がね意外と難かった回って言ってましたね。であと3、4が難くて、7が非常に難しかったと言っていました。さあ皆さんどうだったですか。二日酔いで受けたり時差ボケで受けたり、すごい状況になってます。ちなみに前回のトイックは、そうそう、 NBA の試合見に行かなきゃいけなかったんで、で短い動画になってますけど、感想が消しゴム使っちゃいけないっていうのを課して受けました。そう、毎回何かをくっつけて受験しようかなと思ってますんで、ぜひね、こういう風に受験してくださいみたいなのがあったら、はい、コメントよろしくお願いします。さあもう100回超えてますんでね、101回目取れたかどうかを見ていきたいと思います。はい、あーそうだ、公式問題集9出るんだよね。そうだった、これやんなきゃ。ああそう、こういうね問題解く時も何かあったら言ってください。こういう風に問題解いてほしいみたいなのをぜひコメント欄でお聞かせください。だから普通に解くのつまんないじゃないですか。だからこうやって解いてほしいみたいなのあったら言ってください。もうちょっとゲーム性持ってね受けたいんで、解くでいつもの通り見方。さあでは行きましょう。さあ第303回のトイック公開テストの、はい、結果は、こうなりました。はい、満点ですね。はい、990ということで101回目の満点取ることができました。やりました。101ダルメシアン無事取れました。じゃあ正答率の方を見ていきたいと思います。そのねパート3とか1、3、4難しかったって言ってたやつなんですが、さあどうだったかっていうと、ほい、リスニングは100、100、100、100、100、お全問正解ですね。ほいほいほい、おお1個も落とさなかったんだ。へえ、意外むずいって言ってたけどできたんですね。おお、それは良かった。続いてリーディングいきます。リーディングの正答率はこう、100、100、100、100、全問正解だ。ということで101回目のトイックはパーフェクトですね。パーフェクトですよ。はい、全問正解の満点です。すごい、やった。でも100回の時にやりたかったこれ。そう、ちょっと、ということで全問正解満点です。やった、いやー取れた。意外そうなんだ。なんか落としてたかと思ってたんだけど、聞き逃したりとかしてもやっぱり取れてたんだね。この勘でっていうのもなんですけど、すごい、びっくりしました。そうなの、取れたの。驚き、桃の木、最初の木。いや意外でしたね。いやこれは本当に意外、思ってなかった。あ、そう、ありがとうございます、ありがとうございますっていうのもいいんだけど、マジか。ちょっとね、最近のこの傾向と対策について、ちょっと2回連続感想がショート動画になったので、そう、話したかったことが話せてないので、生配信に間に合わないから短くしてたんで、動画いつもだったらねもうちょっと長くして傾向と対策について話すんですけど、それなかったんで、そこをちょっと今回話したいと思います。ではいきたいと思いますね。はい、で最近思うことは、やっぱり難易度は上がってるっていうのは、まあよく言われることだと思いますね。
で、やっぱ難しくなっている理由の一つとしては、場面が浮かばない。うん。なんだこの場面っていうのが結構出てくるようになったっていうね。やっぱ人生経験積んでないと、まあわかんないじゃないのみたいなのが、残念ながら増えてきてしまっているっていうのが感想です。残念ですが、そうなってきてるんですよ、今。なんで、そこの対策っていうのをきちんとしていかなきゃいけないっていうのが、非常に大事になりますね。皆さん、そこ、意識しながら勉強してくださいね。で、続いてなんですが、それだけじゃなくてですね、もう本当に単語もむずいんだよ。だからそんな状況わかんないよみたいな場面が出てくるんで、それとともに知らない単語も増えてる。レベルの高い単語っていうか、すごいスペシフィックな、もう特定の時しか使わないようなのが増えてるっていう感じかな。じゃあそれを増やしていくのかっていうですね、じゃあ勉強していくのか、単語帳にも載ってないじゃんってなるわけなんですけど、まあ受けていくしかないよね。受験していって出てきた場面潰していくしかないかな。って感じでもな、そんなこと言ったってさ、そんなお金もかかるし時間もかかるから、そんなんできないよっていうね、人がいると思うんで、まあ公式問題集やったりとか、韓国で出るトイックの過去問とかね、そういったものを利用してやっていくしかないかなっていうのはありますね。あとはこの分かんなかった問題が出てきても、まあこれかなっていうふうに思うことができる力、それやっぱトイック力というか、トイック今までこうなってきたんだからこれが正解だろうって分かる力、まあ自分自身ね、選択肢だけ見てもかなりの正答率を出すことができるっていうのは、まあ前にやったことあると思うんですけど、それぐらいやっぱパターンってあるんですよ。同じの来たっていうのが分かるとき、あ、このパターンだっていうのが分かるのがあるので、その感覚っていうのをね、分かってもらえればいいです。皆さんもね、経験できたらいいんですよね。トリプルパッセージとかダブルパッセージも、あ、どうせこのパターンだからこれとこれ照らし合わせて答え出す問題だなとかって分かるんで、その感覚をね、ぜひたくさん問題解いて分かってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。なんか難しいんですね。言語化してこうだよっていうのは難しいんですけど、あるんですよ、やっぱりこのパターンっていうのがね。なんでぜひともそちらやってもらえればいいんじゃないかなと思います。そして来週かな、そろそろスタートします。場合は来週トイックあると思うんですが、トイックプロジェクトいよいよスタートします。はい、オーディションしましたんで、おめでとうございます。はい、そういったのは、はい、オーディションでまさかね、こんなに来るとは思ってもいなかったんですけど、まあ一応全員来ても入れる会場にしてあるんですけど、はい、はい、彼らはですね、はい、坂上と一緒に受験していきますので、そちらお楽しみにしておいてください。で、さらに坂上さんの LBA コラボがあったんで、 LBA コラボの動画を先に出さなきゃいけなかったんで、それ出しましたんで、今度いよいよ坂上さんが受けたトイックの結果とかですね、そちらも出ていきますので、はい、楽しみにしておいてください。いよいよトイックの結果ですね、はい、書いてまいりましたんで、はい、見たいと思います。はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 やった通れた、よかった。101が全問正解からスタートっていうのがね、良かったと思います。はい。なんかリセットして1からやってる感じがあるんで、やっていきたいと思います。はい。ぜひね、よかったら、もう高評価とね、チャンネル登録を忘れなく。いいんだぜ、スパチャしたって、スーパーセンクスしたって、いいんだぜ。